原田貞助から1937年9月30日は、明治から大正時代の土木技術者、内務技官、工学博士。原田誠一の長男として、巣王国に生まれ、1900年11月に家督を、相続する。1883年旧東京大学理学部に、 入学するが、寄宿生一同のストライキに参加して1886年、退学し、ドイツに、自費留学する。シャロッテンブルグ高等工芸学校に入学し、川海工学を治めて1891年、卒業する。翌年の1892年5月、内務省に入省し、土木監督所技師、1898年第四区土木監督所長。 1905年、名古屋土木出張所長、1911年、下関土木出張所長を経て、1918年内無議官となり、1924年退官した。他、朝鮮総督府土木顧問、公安調査会委員、臨時治水調査会委員、帝都復興委員参与、土木学会第8代会長など要職を歴任した。 1932年9月27日、近景観志向を仰せつけられた。民間中、中国へ渡り観光の護岸工事などを指導。また、沖野忠夫と共に、明治改修に尽力した。ありがとうございます。